ライアン・ジェイ・ボルッキは、アメリカ合衆国入りのイシュー・レイク軍、マンドレイン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のトロントブルージェイズ所属。2012年の MLB ドラフト15巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。4試合に登板して1勝0敗。 防御率3.0010奪三振の成績を残した。2013年はトミー・ジョン手術を受けたため全球した。2014年はアパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズと A-9 バンクーバーカナディアンズでプレイし、2球団合計で13試合に登板して3勝2敗、1セーブ、防御率2.3752奪三振の成績を残した。 2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズと A-9、バンクーバーでプレーし、2球団合計で3試合に登板して0勝1敗、防御率3.187奪三振の成績を残した。2016年は、A 級、ランシングラグナッツと、A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して11勝8敗。 防御率4.18117奪三振の成績を残した。11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年に MLB.com が発表したブルージェイズの組織内でのプロスペクトランキングでは13位にランクインした。この年は A 級ダニーレン、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツ、トリプル a 級、 バッファロー・バイソンズでプレイし、3球団合計で27試合に登板して8勝8敗、防御率2.9357奪三振の成績を残した。2018年は開幕は、トリプル A 級バッファローで迎えた。6月26日にメジャー初昇格を果たした。同日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。デビュー戦で6回を投げて2失点以下だったのは、 チームの歴史の中で12人目であり、2011年のザック・スチュワート以来だった。7月2日のデトロイト・タイガース戦で、ホーム球場であるロジャーズ・センターで初先発し、7回2失点で7奪三振を記録したため、ホームでのデビュー戦では、ロイ・ハラデーに次ぐ奪三振数となった。7月14日にオプションでマイナーに降格した。 7月24日にメジャーに昇格した。8月3日のシアトルマリナーズ戦で8回1失点を記録し、チームも7から2で勝利したため、メジャー初の勝利投手となった。レギュラーシーズンでは17先発で4勝6敗、防御率3.87で 89S はアメリカンリーグの新人としては最多だった。12月5日に全米野球記者協会によって、 2018年のブルージェイズの新人賞に選出された。2019年は左肘の故障のため2試合の当番にとどまった。2021年5月14日に左前腕屈筋の痛みで10日間の故障者リスト入りした。7月6日に60日間の故障者リスト入りとなり、翌日からトリプル A 級バッファローに配属されてリハビリを行った。 7月16日に60日間の故障者リストから復帰した速球のほか、スライダー、チェンジアップといった変化球を投げる。ありがとうございます。